久保さん今回パンニャーチャンネルにしましょうかパンニャーチャンネル <laughs> コメントあるじゃないですか久保さんパンニャーチャンネルさんから <laughs> 久保さんが一番最初やってたことですねコメントするっていう <laughs> でもねパンニャーチャンネルさんもうラッキーですねこのコメントが1万個ついてたら埋もれてたかもしれないですね <laughs> 1個しかないからね <laughs> まああのー できることをやりましょうって話ですねできること、うん、できることもできないんだったらいつまでたってもできないままだと、うん、だから未来を変える方法って僕は思うんですけどできないことをできるようにする方法することだと思うんですね今まではできなかったけども、まあ、それができるようになったから未来が変わるまあそれは当たり前だと思うんですよ久保さんがいまだに動画を撮れないかったら今の未来はないですよね でも昔はマージャンての時はねできなかったわけですよで。それができるようになったから今があるわけですよね。でも一番最初って動画じゃないんですよ。コメントなんですよね <laughs>。だからできることの延長線上でできることをやってったらできないこともできるようになってね。もしくはできることを積み上げてきた結果自信となりそれができないことももしかしたらできるんじゃないかっていうきっかけになったりとかね。だだからなろうな 人生を変えるって難しいいことじゃないんですよすすよごくシンプルですできることをとにかくまあここが難しいのかもしれないですねできることを徹底的にやるっていう徹底的に <laughs> 徹底的にやるっていうのが多分できないのかもしれないですねでもそれはね僕はね気持ち次第だと思うんですよねうんだってできないことをやるっていうのは まあ難しかったり不可能だったりとかね無理っていうのもあるじゃないですかだってできないんだからうんだけどできることはできるわけですからじゃあそれを愚直に凡事徹底してや,るやっていくっていうのはほんとここの気持ち次第かなと思いますねでもその気持ちも結局はできることを積み上げていくとその気持ちは向上するしうんじゃあ何でその気持ちがないのかその精神がないのか 折れないメンタルというかねそれ強いメンタルがないのかっていうとできることすらやってないからメンタルつかないですよねだってできることもやらない人がねどうやってメンタル強くするんですかっていう話でそれは難しいですよねうんだからどやっぱねあのー、みんな自信はないしみんな不確定要素なんですよだけどその中であのー、俺はこんだけやったぞっていう 自分のエンジンジというかね、まあ、少なくとも僕は絶対って言い切れたりとかするんですけどもそれは何で言い切れるのかっていうとそれはやったからなんですよね。でもやらないい人って言これはねそはね孫正義さんがねある講演で、まあ、多分会場に何千人いたと思うんですけどもこの会場に来てる君たちより物理的に僕より勉強すできるやつはいないと。絶対いないと。 言い切ってたんですよねめちゃくちゃ勉強したと。ご飯食ってる時も風呂入ってる時もずっと教科書歩いてる時も教科書もう教科書読みながら飯食ってなんか鼻に当たるとかねなんか言ってましたけど、まあ、とりあえずとにかくもう絶対俺を超える勉強量を勉強量をしたやつはあ現れないしいないと物理的に無理だみたいなこと言ってるんですよ。う うーんそれを言えるか言えないかってやるかやらないかだしやってきたかやってきたかないかだし僕と久保さんが絶対的なところを言えることがあるわけですよそれは何でかっていうと人よりやってるからですなおかつ今もですねやってきたではなくやってきたし今もやってるっていうねだから自信があるしうーん とにかくそのやらなくて自信もつかないし何だろうな,、うん、な多くの人はやっぱねうんやらないけど勝手に不安を増殖させるというかやったら何だろうなこれなんかちょっと難しいんですけどや でうまくいくのかなという不安を増殖させるわけですよ。でも逆を言うと、このままやらなかった俺の人生何も変わらないなという不安は増殖させないんですよね。だから結局、やってもやらなくても不安は一緒なんですよ。えそうじゃないですか。何もやらなかったら何も変わらないんです。当たり前ですけど。じゃあ何もやらなかったらこのままだなっていう不安はどこに行ったんですかっていう話で、でもこっちを増殖させるわけですよ。 でもこっちってやってみないと分かんないじゃないですかでもこれはこっちの不安っていうのは確実ですだって何も変えなかったら何も変わらないんで絶対的な確実なんですよでこっちはあのかなんかその絶対ではないんですよね要は結果が出るかもしれないですよでもこっちはやらなかったら絶対結果出ないんですよだけどこっちをこっちの不安を増殖させるわけですよいや,いやいやと いやいやとこっちをあの考えた方がいいんじゃないかなと僕は思うわけですよ。やらなくてどうやって人生変えるのっていうそっちの不安、ね、んを大きくして前進にすればいいんじゃないかなと思いますね。だ常に僕は、まあ、やらなかったら未来はないと常にそう思ってますから逆に言うとやらないままの自分であるならば。 何も変わらないだろうしだかだやらないことに不安を感じる逆に多く,の多くの人はやったその先の不安なんですよで僕はやらないことに対して不安ですよねだって包丁をねどんなにすごい包丁を手に入れ,て入れ,手に入れたとしてもですよそれほんと研がなかったら錆びていきますからねえそうじゃないですかこれも事実ですよね錆びますよね車も錆びるじゃないですか車も錆びていきますよね鉄 どうすかメンテナンスしないと錆びてんなもうどん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 劣化していくわけじゃないですかだからそれはスキルとかもまあ年齢とかもね劣化していくわけですけど全部劣化していくわけですよだから常にこうメンテナンスプラスもう常にやるっていうのが当たり前うんそのなんだ飯を食ってしょんべんするとかそのしょんべんするというメンテナンスですよね飯食って飲み物飲んでしょんべんするというメンテナンスじゃなかったら死にますようんこしなかったら死にますよ 全部メンテナンス循環してるわけじゃないですか風邪ひいて熱出たら汗かくとかね循環してるわけですよねうんだからどこに不安をねあの見いだすかっていうことでもすごく人生は大きく変わっていくんじゃないかなと思いますただ多くの人は事実に対しての不安はね大きくしなくてこれからやろうとしていることに対して不安を大きくするうん まあ矢沢永吉さんがね、やっちゃえばええじゃんと。俺はやる人生だと。まあ、確かにやったらいろいろあるかもしれないけど、まあやる人生の方が俺はいいと。やらないよりかはね。なんか僕好きなのあるんですけど、日産の CM で。うんあ。そんな感じですね。やっちゃえ。やっちゃえ日産ですよ。そう。とにかくやっちゃえと。うん。でもやらなかったら何も変わらないという。 でこの話をするとね、じゃあやったら、稼げる保証はしてくれるんですかと、バカかと、いつまで言うんだと、それをね。<laughs> じゃあ、やらずして、やらずして、未来を変える保証、できますよ。これ、できますこれ。ここならできますよ。何も挑戦しない、何もやらない、何も変えない、それで、えー、変わらないという保証はできます。変わらないよねっていう、大丈夫、変わらないから、うん。何も変わらない、OK、保証できるよと。 だってやらないんでしょ変えない保証できるよっていう <laughs> そこは保証できます、うん、じゃあそこの保証がある変えないことをやりますか保証ありますよ自分が何も行動しなければね何もやらなければね何も変わらないという保証はありますよその保証でいきますかどっちの保証でいきますかそれはあなた次第ですねいってらっしゃい